ついて、よーいスタート。皆さんこんばんは。こんばんは。今週も始まりました、トヨタのご当地アイドルスタートがお送りするスタートの位置について、よーいスタート。トヨタのご当地アイドルスタートのメンバー、和久田あかりと牧野なぎさの2人がスタートの PR パーソナリティとなって、様々な人にグループの魅力やメンバーの素顔を伝えていく番組です。スタートのリーダー、あかりんこと和久田あかりです。なあちゃんこと牧野なぎさです。明けましておめでとうございます。まずもう明けてるよね。もう明けてるよ。あれちゃんとしてた。起きてたわ今日なっちゃん。もう2回ぐらい開けてるよね。うん、もう3週目です。ねえ、全然開いてんじゃん。だってさ、違うよ、収録は初だよ。あ、そうだっけ。オーク、開けましておめでとう。開けましておめでとう。今年もよろしくお願いします。お願いします。ある意味ね、開けおめということで、はい、開けました。スタート定期ライブ17が4月6日に、はい、うん、無事4時間やりきることができました。いやー、走り抜けましたね。ねえ、4時間。多分前の時のラジオではうまくいったはずですみたいな感じで言ってるんで。いつものやつね。いつものやつ。ライブ前にやるやつ、うん、お便り来てるので読みたいと思います、はい、ラジオネーム丸林さん、はい、あかりんなっちゃんこんばんは。こんばんは。定期ライブ17楽しませてもらいました。スタートの歴史を振り返ったり、ランキングの発表、新曲初披露など本当に楽しかったです。中でも印象に残ってるのは隠し芸の披露で、クーピョンがリンゴの皮むきをしたことかな。あのレニーの広いステージで一人黙々とリンゴの皮をむいてるクーピョンの姿は忘れられないです。ということでありがとうございます。いいじゃん、ありがとうございます。いやいや、うちら漫才頑張ったのにね。頑張りましたよね。頑張ったよね。でもなんかさ、ぴょんちゃんがさ、リンゴ剥いてる間さ、うん、どんなさ雰囲気だったんだろうね。え、うちめっちゃ耳傾けてたよ、裏から。あ、ほんと？一回多分切れそうになった時があったよね。うん、うん、あ、そうなんだ。の時になんか、うん、あーみたいな感じがみんながめっちゃ聞こえて、うおーおーみたいなので、だからみんなの声で状況を察した、うん、あ、そうなんだ。これで、あーあーってなったら、あ、あの一枚で剥けなかったんだなって思うじゃん。だけどおおってなったから、うん、危ない、剥き切ったんだと思って。そうだったんだ。あの後あの裏で美味しくいただいたので、ね、そうだよね。ちゃんとぴょんちゃん練習の時もちゃんと切ってくれて、うん、そうそうそう、剥いたリンゴをね、あの合宿の時ね。そう食べたわ、美味しかったね。美味しかったね、うん、あのあれですよね、本番リンゴを清水さん忘れてさ。あ、そうそうだよね。危なかったよね。みそらのママが届けてくれたってみんなだよね。ちょうどみそらが、え、なんか段ボールでおばあちゃん家からリンゴいっぱい届いてますって言って、じゃあお願い持ってきてとか言って。やば、ちょうど良かったね。危ない。エアカワムキになるとこです。やばいそれ。はい、ということで、はい、いないのに散々喋ったんですけれども、はい、今日はチームルアから2人ゲストも来ているので、はい、たっぷり楽しみましょう、はい、ということで番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。メッセージやコーナーへの投稿はホームページのトップページにあるメッセージフォームか、ラジオラビート公式アプリからだと簡単に送ることができます。ツイッターから投稿するときはハッシュタグシャープ1スタ、シャープの後にひらがなで1スタと書いてもらえれば OK です。それではここからのお時間は私たち2人にお付き合いくださいね。お送りした曲はラジオ初オンエアのスターズの新曲ご当地ソングでした。改めまして、和久田あかりです。牧野なぎさです。そして今日のゲストはこの二人。はい、毎朝空から幸せ運びを、高校2年生17歳のクーピョンことあすそらしずくです。クーピョン。はい、いつも前髪と頃はいっちゃせん。高校1年生16歳の伊藤風花です。風花。そうだ、風ちゃんじゃないんだ。あれ風ちゃんだっけ、最初。最初風ちゃんだったんで。風花、風花だよね。うん。久しぶりですよ、風花ちゃん。はーい。クーピョン、はいがガラってたけど大丈夫。生きた生きた。生きた生きた。生きた。よかった。ね、あのね、今初めて17歳って言った。うん、17歳。あ、そっか。新しくなった。おめでとう。ありがとう。おめでとう。5日前だね。
そうだね。あれ違うじゃん。でもこの放送日はでも20日前。20日前。そう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 。あ、8日だっけこれ。8ってなんだっけ。8日か。8日。難しいな。20日前はね、20日前になるからもうね、去年で。あ、でもそこわかんないよね。難しいよね、8と20日って。8日か。あ、やばい、中学生の会話だ。難しかったな。はい、お便りいっぱい来てるのでね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム、ひろきっちさん。あかりんさん、なあちゃん、くーぴょんさん、ふうかちゃん、こんばんは。こんばんは。くーぴょん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。今年はどんな一年にしたいですか。皆さん、今年の一年の目標教えてください。お願いします。ということで、はい、はい、私たちは喋りましたもんね。そうだね、喋ってよね。なあちゃん何でしたっけ。うちは、あの、そう、目標を作らず、大きい目標は作らず、あの、目の前のことに向かって一つずつ頑張っていこう。いや、さすがふわふわガールですね。そういう感じです。頭ふわふわガールですね。はい、バカみたいじゃん。バカでしょ。あれ、姉さんは。私は何でしたっけ。まめに連絡返すこと、女子力アップ。絶対無理だよね。無理な気がする。新年早々 LINE 壊れて全部消えたから。あ、そうじゃん。結局消えたの。消えちゃった、トーク。そう、だからリセットで今から頑張る。あ、そうだね、今から。あと、なんだっけ、たくさん働く。あ、働こう。はい、働きます。はい、じゃあピョンから。はい、私は、あの、ずっと、あの、去年から決めてたんですけど、はいはいはい、今年はやっぱ花のセブンティーンということで、あの、自分の見た目を磨きたいっていう。おー、磨きたい。そう、あの、自信を持てる人になりたい。あー、中身はそのクソガキのままで大丈夫。あ、中身はこのままで大丈夫。中身は自信あるんだね。いや、そんなわけじゃないけど。そんなわけないけど。外見を磨く。外見を磨く。磨いていきたい。例えば？例えば、うん、やっぱり痩せる。これが一番。そうなんだ。うん、一番なんだ。皆さん、差し入れお願いします。ちょっと待って。いっぱい差し入れしてください。嬉しいけど。うん、嬉しいよね。嬉しい、普通に。とか？とか、え、あとはめっちゃあれなんだけど、うん、あの、歯のホワイトニングとか。行きたいな。いいよ。そう、行きたいの。いいよ。そう、行ってみたいっていう、ちょっと興味。そうなの。ある。今日歯に抹茶ついてたもんね。うるさい。そうだった。ホワイトニングトヨタにもできた気がする。あ、できてた。うん、一緒に行ったもん。行ったんかい。なあとユリアは、そうやらせてもらったの。一回で変わるもん。え、一回で変わった。じゃあ行ってみましょう、みんなで。行ってみましょうか。はい、じゃあ、ふうかちゃんの。なんか、ふうか、さっきからふうかちゃんって言ってて。誰ふうかの向かいは。今度卒業するので、スタートを、うん、はい、学業をやっぱ専念したいなって思います。おー、なんか、かゆいんだけど。何がかゆい違う、なんかさ、ふうか、ん、は別に勉強できるイメージないんだけどさ、うん、なんか最近、なんか成績上がってるとかさ、ママからも聞いてさ、うん、あ、そうなんだ。ふうかは勉強してるのみたいな。いや、雫はできないじゃん。うん、そうなんだよ。だからさ、いつも一緒にいるからさ、なんか、二人合わせてできないっていうさ。うん、あ、わかるわかる。あ、わかっちゃった。知ってるよ。テスト習慣とか、うん、その学校に最終前残って勉強してる。うん、え、それうちもしてるよ。え、それ居残りでしょ。違う。それ違うでしょ。雫はテストが終わってからでしょ。え、テストが終わってから居残りの。違った、ピョンは。そうじゃん。テスト直しで残ってる方でしょ。うん、切ないよ。じゃあ、そのちゃんと勉強してる成果が風化を出て成績が上がってるってことですか。そうですね。おー、すごい。え、どんくらい上がってんの、気になる。中学は下から2番目とか、うん、やばい。ほら頭悪かったじゃん。うん、間違ってないじゃん。全然間違ってないじゃん。でも高校は上から5とか、うん、すごーい。天と地がひっくり返っちゃったね。あれ？あれ？どうしたの、みんな。ナイス、そう、上手。空気読むの上手。はい、学業頑張りたいということで、それダメ、すごいいっぱい来てるからお便り。さすがね、雫と風花の力がすごいですよ。はい、ラジオネーム、なずなさん。あかりんなちゃん、そしてゲストのくーぴょん、ふうか、こんばんは。こんばんは。くーぴょんはこのラジオへの出演は久しぶりでしょうか。ひちさんギュッとのラジオでだいぶ成長したような気がするとの
本人談でしたが、メインパーソナリティのお二人から見てクーピョンの成長ぶりはいかがでしょうか。寒い日が続きますが体調には気をつけて過ごしてくださいということで、ありがとうございます。ありがとうございます。なんだっけ、おい、なんだっけ、なんだっけ、おい、あー、なんかピョンがギュッとで、あのラジオ番組をね、うん、CBC さんでやってもらってるんですけど、あ、そうそう、あの違うんだよ、何、さっき話してたじゃん、何、なんかさっきさ同じのもう一回やってって言われたんだけどさ、それ言っちゃダメなやつじゃん、さっき何言ったっけと思って忘れちゃった。あのね、聞いてないって言った、うん、あ、聞いて、あ、聞いてないって言った、聞いてないって言われた、話は聞いてたんだけど、じゃあ聞いてるって言ったら聞いてないって言われて、違うの、ピョンちゃんのそのピョンちゃんが MC してる姿とかのラジオを聞いたことがない。興味ないってやっぱり。違うよ、やっぱそんなことないよ、さっきのはそういう人間だもんね、そうだね、そうそう、してる、違うよ。私心配で、あのタイムフリーで聞けるんで、うん、1週間ね、ちゃんとあの飛ばしてギュッとのとこだけ聞いてたの。あ、飛ばして、ないないない、あ、言っちゃった。だって、だって2時間番組だから15分でしょ。そうだね、長いよ。だから、そうだね、そこまで行って、そう、まだ多分しおりちゃんがまだいた頃だったから、あの時代はダメだよ。ダメですね、うん。まだダメ。まだダメなんだ。まだダメ。あの時代はまだダメ。ピョンいるみたいな。そう。出てるかなみたいな。でもあのライブとかの MC でも、うん、その抜けた後にたまに見に行くけど、うん、あ、ちゃんと言うことは言ってるなって思ったんですよ。ああ、でもそれはなんか一回見た時思った MC を。ああ、そう見た。でもね、割と大事なとこで噛みがち。いや、これはあかりんからの遺伝かな。ああ、それはやっぱリーダーが噛みがちだから。しょうがない、しょうがない、それはごめん。しょうがないんかい。それはごめん。はい、もう一つ読みたいと思います。じゃああれですね、成長はしてるってことです。そうですね。待って、ピョンは本人は、え、私成長してるって言っちゃった。あ、言っちゃった。してる、してる、だって、まだまだここでは言ってないから、今日すごい喋ってるから、うん、うん、そうね、最初の音源出してほしい、マジで、しずくのここに来た時、マジで喋らんかったよ、うん、あ、さすがしずくです。誰やねんってなっちゃうよ。そうだね、はい、面白い、そうだった、そうだった、いつから道が外れちゃったんだろうね。元気って言った。本当に、ね、全然違ったよね。違った ね、 ね、うん、あの時代なあちゃんと話さなかったもん。あ、そういうこと。え、誰と話したの、寄ってきたうちに。え、やっぱ普通に同期、あやみんとか。ああ、そうだね、はいはいはい、マジでなあちゃんとは話せなかった。そうだよね、怖かった。でも全然話せなかった。怖かったっていうか、なんか壁があってね。え、普通に何も喋ってなかった。やかりはでもみんなと仲いいから、うちも行けた、うん、あ、普通に、うん、そうだよね、そう、全然喋なかったよね。うちなおちゃん話せない。うちもすごいさ、日本誰も喋れないって。うちが喋れないなんて、後輩、そうそう、後輩と接するのがよく覚えてるの。そう、あれだから、そうそうそう、喋ってない、ね、だから風花もちょっと近づくのやめとこうみたいな。え、なにそれ。そうって言われた。残念でした。やっぱ最初はね、そう、最初はね、そうだよ、最初はだよ、最初、本当に。はい、もう一つ読みたいと思います。はい、ラジオネームひろきちさん、はい、ふうかちゃん2年半お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。めっちゃ笑うよ。なんでそこに入った。やめ、しんどい、し、楽しいことや辛いこともいろいろあったと思うけど、スタートさんの中で得られたことはきっと役に立つ時が来ると思います。2年半活動した中で自分が一番成長できたと思うことは何ですか。新たな目標に向けてしっかりと一直線で進んでいってくださいということで、まだな、一言も言ってなかったんですけど、2月8日の金曜日でふうかちゃん卒業ということで、はい、来週たっぷり話したいと思うんですけれども、はい、さっきクーピョンがね、成長したって話をしてたので、はい、ふうか的にもなんか自分が成長できたことがあれば。ですね、はい、CR2 のダンスイベント出てからやっぱ変わったのかなって思います、はい、え、それ最近のやつ。最近。改めてね、改めて、はいはい、あ、どういう風に、やっぱその経験したことないことにやっぱ挑戦したり、うん、そのダンスでも元からやってたんだよね。そう、でもあんな大きいステージで一回もやったことなくて。あ、そうなんだ。うん、で、その披露したイベントで披露したコングラチュレーション希望の鐘の音、うんうん、もすごくその、うん、なんていうの、5、6期で、はいはいはい、で一番いいそのパフォーマンスができたんじゃないかなって、はいはいはい、思ったからそこかなって思います。イエーイ。
団結力も上がったし、その大きい舞台を経験して一歩成長できたと。はい、そうです。ちゃんとまとめてきた。真面目なこと言ってる。言ってるよ。はい、それではゲームに行きたいと思います。目指し、この番組でも毎週ゲストを呼んで様々な企画を行っていきます。今週のゲームはこちら。気持ちを一つにスタートメンバー一致ゲーム、お正月バージョン。おはい、ということで、はい、このコーナーは相手の持っていることを察知できるようになることで、スタートの良さの一つであるメンバーの仲の良さをさらに良くして、グループの気持ちを一つにしていこうというものです。はい、はい、ルールは引いたお題についてみんなで答えを合わせることができれば OK、 2回以上合わせられれば成功で1ポイント獲得。今回は特別ルールということで正月バージョンですね、はいはい、1回合わせるごとにお年玉くじが引けます。お年玉くじは用意された10個の封筒の中から成功のたびに1つ選んでもらいます。これって1回2回以上じゃなくて、1回合わさったら、お、いいじゃん、1回合わさったらもう1回引けるということで、中身は1000円から1000円からマジ高い高い、やったー先に言っちゃった0円から1000円が入ってますということで、はいはい、何手あげてんの、ください。はい。はい、じゃあ紙。手に限って筆箱置いてきちゃった。そういうことあるよね。はい、ということで、じゃあちょっといっぱい引きたいからどんどん行こう。はい、どんどん行こう。そうだね。はい、それでは。よし。あかりんから。あ、ルール分かった？とりあえずあの、うん、気持ちを読んで。そうそうそう。はい、お題は合わせていこう。お題はこちら。はい。やらんのかい。やらん。ファミレスで頼むものといえば。いや、難しい。待って、ファミレスってあそこでしょ。あそこは、うん、あそこだけど、あそこだったらあれじゃん。それってさ、あかりんの、あ、わかった。じゃあ、あそこといえばあれだね、みんなで、ファミレスってあそこでしょ。わかる、それはわかる。あそこでみんなが頼むってあれじゃない。わかった。高校生これみんな頼むと思って。これ細かい名前まで言わんってか。そうだよ、うん。あ、別にいいか。高校生、いや別によくない、分類みたいな、うん、ダメ、ダメ、なんかあれじゃん、何？え、そう、分かるでしょ、高校生、JK。あれだよ。ここ JK3 人いるじゃん。だってさ、あそこといえばこれじゃない？うん、まあ、だと思うよ。有名な。はい。OK。分かりました？はい。それでは、はい。一斉に行きましょう。はい。せーの。じゃーん。ねえ。ミラノ風ドリア。ミラノ風ドリア。食べたことない。食べたことない。待って、言ってて。小指のサラダ。明太パスタ。違うよ、じゃあ食べたことないけど。え、ないの？サイゼ、じゃあ、あるよ。じゃあサイゼリアといえばミラノ風ドリアじゃない？いや、なんか、なあちゃんこれ好きじゃん、明太パスタ。なあしか読んでないじゃん。タラコソースシシリ風だよ。それは分かってる。明太子じゃなかった。あ、だからね、分かんなかった。そう、なんかイメージが強かった。小エビのサラダは、あの、あれでしょ？あの、ミラノ風ドリアでもうちょっとお腹空いてたら頼むやつでしょ？美味しいよね。やらかした。やばいやばい。やらかした。はい、次行こう。聞いちゃいますよ。いいよ。はい。心気持ち合わせていこう。みんなが思ってるよね。それではお題はこちら。スタートの売りはどんなところ。ほら今言ったやんけ。今言ったじゃん、うちが言った。あ、今言った。待って、2個で迷ってる。そう、うちも2個迷ってる。え、1個じゃん。え、いや、いっぱいあるよ、スタートの魅力は。え、違う違う違う、今言ったじゃん、うち。まあそうだよね、このゲームしてるもん。そうだよ、
これこのさ、いけいけ、このでこのゲームってさ、うん、こういうのをさどんどん深めていこうみたいな。めっちゃヒント出すよ。え、なに？え、ちょっと。え、でも書いたよ。え、でも2個出てくるでしょ。多分フルかと思ってた。うん。いくよ。いいよ。せーの。きょんちゃん。せーの。なんか長いよ。長いよ。ね、違うよ絶対。せーの。仲の良さ。仲のいい。仲良し消しちゃった。すごい不安にさせるやん。ふうか2個目いきます。せーの。もう違った。え、元気だった。ダンスだった。えー、全然ダメだ。ほら次次。やばい次。いきます。お題はこちら。いいよ。海外旅行といえば。ほらほら。これしかない。え、なんで？え、場所でいいの？場所でいいの？え、これ何？行きたいところ？違うよ。違うよ。はい。なに？なに？え、なんで？そんなに。あ、分かった。そんなに感じが分かった。感じが。ひらがなでいい、ひらがなでいい。やっぱ、せーの、じゃあ、タイム！惜しい。やばい。え、これ何？これ誰が弾けるの？誰が弾ける？いいよ、弾いて。いいよ。いけいけ、もっと。いっぱい稼ぐから。ひょんちゃん、いけ！はい、行きます。よし。これ後で開くの？今開くの？1000円でありますように。パンパン、はいはい、ピッて引いてパッて開けて次。さあさあ見てください。すごい、イエーイ、I love you。 やばい、イエーイ。次行こう、次行こう。ちょっと巻き返したかな、よかった。やばいやばい、ナイスナイス。やばい、切り替え切り替え、いいところだよ。いいよいいよ。お題はこちら。はい。成人式といえば、え、え、何？もうパッて出てきたのを書くわ。うん、わかった、うん、これは大事だよ。いくよ、うん、せーの、じゃん、着物、あ、振り袖。20歳。これはそうだ。次次振り袖と着物は一緒だよね。一緒だよね。これはこちら、ここにさっき書いたのが、はい、お、スタバ派、タリーズ派。あー、オッケーオッケー、よしよし、せーの、スタバ、イエーイ。私だ、私だ。ちょっと引き分けでもう一つ答えとこう。ノリが、ノリが、ふかふか、ふかふか、行こう、ふかふか、いける。狙いを定めて。あ、なんか重い、重い、重い。中身は、いや、100円。重いって言ったのに。まあね、お札よりね、あの、重い。頑張ろう。いくよ、まだいける。まだいける、まだいける。お、中日ドラゴンズ派、名古屋グランパス派。あ、これはトヨタじゃん。うん、それ。オッケーオッケーオッケー。せーの。待って、かけてない。オッケー。せーの。名古屋グランパス。イエーイ。私玉。お寿司玉。お寿司玉。はい、行きまーす。マキナ。頑張って。神の手、神の手よ。これもうラストだ、多分。ラストだよ。分厚いなと思ったら。さあ、中身は。ゼロ円。やばい、やばい、いけー、もうまだいけます。あと1回、え、何だ、ちょっともう最後の時間だ。頑張ろう。ほっ、ほっ、ほっ、待って、クッキー派、せんべい派。あ、どういう系でいく、どういう系でいく。これもだってさ、答えじゃん、それ。ピョン系でいくか、ナー系でいくか。え、ナーちゃんの方がわかりやすい。わかった、じゃあナーね。え、わかんないよ。なんで、なんで、なーちゃんの方がわかりやすい。せーの、もう一回引きたい。ふうか、もう一回。もうなんか、お年玉引きたい。お年玉引きたい。ふうか、わかんないよ。疲れちゃった、もう。元気が、頭の回転が、頭の回転が今早かった。しずくがクッキーでナーがせんべいみたいな。そう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 。ディスミ関係。でもあのせんべい好きだから。そう。わかった。はい、ということで、
お年玉くじは1100円ゲットしました、はい、イエーイ今日ありがとう。みんなで山分けしよう。はい、ということで皆さんからのお題もお待ちしています。以上、スタートパワーアッププロジェクトンでした。スタートの位置について用意スタート。そろそろお別れの時間となりました。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。番組への感想や私たちの意見、そしてコーナーへの投稿も大募集中です。たくさんのメッセージをお待ちしています。はい、ということで、はい、チームルアからしずくとふうかが来てくれたんですけども、来週もこの2人が来てくれます。ふうかが卒業前の対談前のラストじゃないですか。そうですね、そうだね、はい、2月8日金曜日に、19時から豊田市駅前ギャザビル南広場で行われる豊田市ミュージックパーク豊田市民音楽広場で豊田の対談ライブとなりますので、ぜひお仕事帰り、学校帰りに駆けつけてください。よろしくお願いします。お願いします。楽しんでますか。はい、元気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 。暑いもんね。やばい、あの机の上がめちゃめちゃ汚くなって髪で、来週もこんな感じで楽しくいきたいと思います。はい、はい、それでは今週はこの辺でお別れです。ここまでのお相手は枠田あかりと牧野なぎさと朝空しずくと伊藤ふうかでした。言い忘れてた、新曲が初オンエアされてます。これです。これです。たくさん聴いてください。2月13日リリースとなってます。はい、はい、それでは来週も聴いてね。バイバーイ。